はい、どうも、こんにちは、ポテキチでーす。さあ、ちょっと、急いで、乗り込め。はい、ちょっとね、今ね、フレさんからね、情報仕入れてね、これ、ね、職人道具、高木ちゃんって、今、裁縫針、めちゃくちゃいいですよっていうことでね、これ見て、どうしたのって言ったら、星なしでもめっちゃ高く売れますっていうね、ほら、特に星なし、うん、バザーのね、誰も出品してない。1でもね、ほら、こんだけ、今、もう、んで、星2が、あ、星2はそこそこあるね。やっぱ星2できやすいんだろうな、やっぱり。うん、俺も星2ばっかだもんね、なんでもない。余計なこと言うな。星3に至っては、まあまあ、でもまあ値段が、上がってるっちゃ上がってるな。まあ、裁縫だよね。多分、裁縫、次の僕のね、あれだろ、あれなんだろうね。まあ、噂によると、今ね、遊びの職人、職業ね、のね、装備を作るために、ね、裁縫職人の皆さんがね、いち早く頑張ってね、装備を作ってるみたいなんでね、まあ僕はそれね、それを聞いて僕はね、この、針職人の僕としてはね、作らざるを得ないっていうね、ちょっと頑張るぞ、これ。ね、やってけ。ね、はい。裁縫針、機械を、頑張れよ、これ。でもこれ、星ゼロでもうまいっていうね、今、ね。一発仕上げでいいんじゃない？あ、もう余計なこと言うな。うん。もうこれもう簡単。僕としてはね、簡単なんですよ。はい、火力上げ2回。2回やれ。で、あとは、もうね、あとは、あ、これ2倍打ちの場合はね、上下打ちでこうやってやって。うん。で、あとは乱れ打ちで、ね。はい、乱れ打ち。もうこれでね、成功ゾーン、緑色のゾーンにね、こう、どんどんね、こう、よしとけ。ね。そうするだけでも簡単。もう、はい、こんどんってね。はい。まあ、ただね、ちょっとね、結構シビアだからね、針の関しては。まあ、何がシビアなんですか、高木ちゃんってね、これ。うっ、危ねっ。根っころしか。いや、これ3倍打ちだろう。このね、この、詳しく見る、これ。これね。はい。まあ、数値があるんだけど、まあまあ、ドラクエ10やってない人にね、説明するんですけど、まあ職人道具を作ってるんですけどね、失敗成功大成功って3段階あるんですよね。まあ、ほぼこの緑ゲージの中に入れれば、まあ、成功なんですけど、そのうちの大成功っていうのがね、この数値をぴったり当てないといけないのかな。まあ、だいたい1、1、ん ?1 ミリ1メモリーっていうの、数字の1、誤差1なんだよね、この針っていうのは。まあ、なので結構シビアなんですよね、その辺が。大丈夫か？おい、必殺来てくれた。これもうちょうどいいんだけどな。狙い撃ちできる男はこれ、次倍になるぞ。これ倍になるよね。あ、ほい、こんちゃん。ちょっと待って、これいいのか。ちょ、火力さできる男はここで一回冷やし込みだな。うん、で、ここで、はい、狙い撃ち。お、ホイコン、トン、チャンネン、プ。はい。光の針、星ちゃん、できちゃいました。はい、ピキンいったね、今。あ、え？え？あれ？え、ちょっと待って、今、え？疑似回心か。え、高木ちゃん何が起こったんですかって。いや、星さん、いや、確定でできるでしょ、今の。え？え、ちょっと待って、今の、え？嘘！いや、今のね、ぴったり賞だったはず。うん、この狙い撃ちで。会心が出れば 100% ぴったりになるんですよね。いや、ぴったり出たよね、会心出たよね、今。いや、ちょっと、ちょっと今のは、ジャンパイヤでしょう。ちょ、おかしい、今の。乱れ打ち。ちょっと今のは納得いかんぞ、俺。ねえ。今のは納得いきませんよ、僕。もちろん、はい、心入れ替えて、もう2本目いくぞ、これ。いやー、ちょっとな、今のが、星さんできなかったら、ちょっと、この先暗雲立ち込めるけど、ま、あんまり気にすんな。そういうこと言っとんな。ね、頑張るぞ。はい。頑張りましゅ、儲けるように頑張りましゅ、針職人のプライドと何かけてっていうね。はい。こ
ぱ3デキロとか3倍打ちでしょ。ちょっと待って今の。さあ900度。ここで狙い撃ち。はい。いや、これやばいぞ、ちょっと。あ、やっぱ。行くしかないよね、これもう。まあ、はみ出たら 100% 失敗なんでね。うん、はみ出さないようにね。はい、じゃんねんぽ。はい、シェーコ。はい、あ、やっぱシビアだなぁ、怒り。針ってシビアだよね。大丈夫か、ちょっと。画力を上げ。画力を上げ。じゃあ、やべえ、やばい。正直、星さん作れないと、あんまり、元が取れない、これ。元が取れない。ちょっと頑張れ、高吉。ねえ。高吉は、ポテキチ君、頑張れ。みんなの声が聞こえてるかい、頑張れって言ってるよ、って。ね、まあ、いや、どっちかというとみんなあれだろうね。うん。あ、お、はーい、こんにちは。あ、もうこれもう、はい、もう確定ですね。もうあとは寄せるだけ。竹ちゃんどうしたんですかって。この必殺が来たら 100% 回心。うん、来るから。しかも両方ね。うん、一気に。いや、でもさっきと同じ状況になるとちょっと嫌だから。確実にね。できるとか確実に寄せろ。ね。もう寄せるだけでいいか、いいんですよ、これ。ね。もう2倍打ちでしょ。ほい、うん、ここね、叩く、一発いっとくか。うん、で、ここでできる男は冷やし込みで、大丈夫か。まあ、いいや、いっか、ヘパイタスの炎。あ、もうこれ、もう、はい、超4連打ち。はい、ほい、これでもう完璧でしょう。ほい、はい、こんにちは、光の錬金、光の針さん。こんにちは。はーい、簡単。残念。失敗すると思ったね。必殺来て、ね、高吉、ね、ポテ吉、女子外してくれるんでしょうと思った。んなわけね、つーの。はい、お待たせしました。どんどん行きますね。残念ぷ、みんな、失敗すると思ったね。そんなことないからね。もうこれ、マジで遊びじゃないから。本当にね、高吉くん、うん。まあまあ、前と全然違う。うん、変わってないけどね。うん。前と全然違うってところをお見せしたいんですけど、全然変わってません。はい、お金がないです。お金がないままです。はい。あぶね、うん、びっくりした。シリハゲルしてるかと思った。じゃあ、ここから左打ち、はい。はい、これも星さん。とりあえずね、もうこれ、もう本当にね、このゲームは会心ゲーですから。うん。会心出てなんぼですからね、このゲームは。ねえ。そうだよね、もう。まあ一番最初ちょっとあの中にね、うさんくさい会心があってね、星になっちゃったけど。まあしたね、もう気にしない気にしない。もういいいい、どうでもいい。うん。もういいいい。いけいけ。う、あぶね。マンダム。あぶね。う、はーい、こんにちは。みなしゃーん。星さん、できちゃいますよ。う、大丈夫か。ここはできる男もっちょ叩く。よし、寄せたね。はい、ヘパイスト、ヘパイトスか。ヘパイストって全然ちゃうやん。あぶね、もう3倍打ちしそうだった。はい、超4連打ち。できるよね。できるよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。まあ、カラスが鳴いてるけど。アホーアホーって。はい、じゃんねんぷって。あ、はーい、大成功。こんにちは、ポテ吉ですって。あぶね、余裕でしょ、こんなもん。ねえ。う、あ、はい、いや、めちゃくちゃ調子、めちゃくちゃではないけど、ちょっと調子いいな。まあ、高木ちゃん、いや、でもそれ必殺頼みですよね、高木ちゃん。大丈夫ですか、この運用、そのゲイ。そんなことないよ。結構ね、必殺来なくてもね、できるんだよ。できるんだけどね、一番最初のね、やつみたいにね、ちょっとね、うさんくせえやつがあるんだよ、たまに。うん。それに当たるとちょっとね、きついかなって感じなんだけども。まあ、正直ね、儲かるぞ。うん、儲かるっていうか、一個一個の単価の利益は安いけど、まあ、それを何本もね、作ってけばね、ああ、もういつの間にかもう、はい、お金持ちって感じになってるからね、意外に、道具職人ね、儲かる。うん、まあ、それはそれみんなの方が分かってるかね。俺はあんまりやらないからね、とは言うものの。ここ狙い撃ちしたらな、さっきみたいになりそうだからな。どうしよう。これ上下狙い撃ちでいくか。微妙。これは微妙だな。一致たないような気がするけど、下。大丈夫。もう我慢。もうこれで、頼む。頼む、お願い。神様。あ、終わった。終わったな。はい、ちゃんね。いや、違うんだって。何が違うんですかって。これね、
違うんですよ。見て、星、職人会心率星2。これ職人会心率星3。ね。この3と2じゃね、かなり値段が変わってきますからね。だから星3じゃないと結構利益が出ないっていうかもう、あれ？もういくらこと考えるな。頑張ってけ。いや、高木ちゃん、氷の木、そんなんもう一気に買っといてください。いや、あんなに使うと思わんかった。今たくさん買いました。はい。はい、335個持ってますね。はい、大丈夫。連続で作ります。はい。火力を上げ。え、もう、上下打ち。あ、もう、脳死でいいんで。脳死で。何も考えずにね。はい、左打ち。あ、もう、これで、これでもう、あとはね、緑に寄せていくだけ。うん。緑に寄せていくだけ。あ、余裕でしょ、もう。はい。はい、こんたん。大丈夫か？まあ、でもまあ、ね、バザーに出てないからね、ねえ、そんな本数が。特に星ゼロ。星ゼロこれ作れた方がいいんじゃない？これね。星ゼロ作った方がいいよね、これ。星なしか。星ゼロってなんか、星なし作った方がいいんじゃねえの、これ。危ない。危ない危ない。はい、ここはできるお言葉、3倍打ち。はい。はい、3倍打ち。大丈夫か？必殺来いよ。いや、必殺なしでみん、できるとこみんなに見せたい。そう。はい！うっ！あ。でもできた。う、星ゼロ。星ゼロと言わん、星なし。もうね、みんな、もうめちゃくちゃ心の中でポケラーと思ってるでしょ。ポケじゃねえや。ポテキチ様って思ってるでしょ、みんな。ねえ。ねえ、そうはいかんってことよ。もうこっから見といて。ねえ、まあ、今のはしょうがない。今のは調子乗りすぎた。このポテキチね。乱れ打ち。はい。まあ、簡単簡単。はい、寄せていってくださいね。はい。はい、寄せていってくれ。ちょっと待って。あのね、これね、正直ね、ガチの職人勢の人が、ね、から見ればね、なんだこの雑な作り方はってね、多分思ってるだろうけどね。まあ、その辺はね、クレーム等はね、一切受け付けませんのでね、ガチ職人の皆さんはね、何にも僕に言ってこないようにしてくださいね。ね。あくまでも初心者の方に見てもらうね、はい、手なんでね。手は手ね。大丈夫か？あ、オッケーオッケー、いいじゃない。危ね。これは危険だな。ちょっと、こんなところで返し出るなよって話なんだけどな。こっか。こうできる男は冷やし込み。はる、色関係。よし、いいじゃない。さあ、狙い撃ち、上。もう、なんちゃ、な、余計なこと言うな、もう。来た、頼む、これ。お願いしますね。ピン、いったぞ。あ、はい、じゃんねん。高木ちゃん。針職人のポテキチって言ってませんでした？いや、今日調子悪いなぁ。今日ちょっと、あ、さあ、ね、もうお金的に、これで全財産ね、ぶち込みましたね。はい。預けた金、6000ゴールド、かわいいってね、かわいいでしょ？はい。もう、ちょっとこれ、本的な遊びじゃねえぞ。ねえ、頼む、星2の使ってるからですよ、高木ちゃんってね。そんな声がふつふつと聞こえそうなんだけど、もうそんな関係ねえよ。そんなの関係ねえよ。みんなもうよ。行くぞ、これ。もうねえ。ちょっと頼む、星、せめて星3本ぐらいできてくれ。必殺来ないとダメじゃん、これもう。ねえ。ねえ、そうだよね。ちょ、もう今乗り込めって言ったばっかりなのに、これでマイナスだったらちょっと、皆さんに申し訳、あ、何もない。まあね、みんながね、ポケだって喜んでくれればね、まあ、僕はそれで十分ですけどね。はい、じゃんね。ね、一番嫌なのがね、中途半端に儲けることかな。もう正直動画的にもあまり、ま、あ、余計なこと言うな。何も言うな。ね、いやいや、儲ければいいんですよ、高木ちゃん。ちょっとでも儲ければいいんですよ。そんなもん二の次です。関係ないです、大丈夫。寄せとけ。お、いいじゃない。これ3倍打ちか。いやー、これちょっときついでしょ。
これできる男はここで手加減しだね。なんでこんな時に視察来た。よし、これ疑似回信じゃないよね今。う、大丈夫か。あれ、次って火力上げか、あ、ん？火力が上がるんだよね。1000で火力下がるもんね。まあ、いいんです。お、ほーい、こんにちは。あ、上がったんだ、やっぱりね。はい。でも、まあ、できたかな。はい。星さん、できちゃいました。はい、こんたん。じゃあ、いいじゃない。いや、余裕でしょ、やっぱりね。あと1本ぐらい作れるかな。はい、あと1本じゃ作ります。あべ、あんまり焦るな、高吉。いや、ちょっとね、あまりにの星さんのね、できなさ具合にね、ちょっと焦ってる。あ、なんでもない。余計なこと言うな。もう、うん。いや、それね、余裕ですよ。もう心、僕、余裕があるんで。うん。大丈夫、儲かるかな。儲かるか。どういうことですか、高木。いや、大丈夫大丈夫、乗り込みしてくれ、みんな。うん、今バザーにないからね。うわ、もうこの肩、これが一番嫌いなんだよね俺。もう片方だけが、うそー。まあ、これ上下打ちでしょう。よしよし、寄せろ寄せろ。必殺来てくれ、頼む。いや、いい、なんでもない。う、これ、3倍打ちか。あっぷな。威力が2倍の2台打ちか。う、ああ、っていうことでね、まあ、結果が出ましたね、結果。はい、星さんが意外にもできてたね、4つ。星2が3つ。で、星1が2つ。星なしが0って感じなんですけども。まあ、どうなんだろうな。星0がね、ちょっといくらかわかんないんだけど、今の現在星さんが24万6千円。ね、それが4つできてるから、まあ、98万だよね。98万4千円。うん。で、星2が16万2千円の3本できてるんで、48万6千円。で、星1が、15万1千円ですね。で、今かける 2本ですね。30万2千円。で、星0が、まあね、ないんでね、バザーに。まあ、いくらかって、まあ、ちょっとね、あれなんですけど。全然黒字じゃないですか。お、うまい。今乗り込めたぞ、ほんと。いや、もともと100ちょっとしかなかったのが、合計で、はい、合計で177万2千円プラス、まあ、星ゼロってか、なしです。なしって感じですかね。あ、あー、これか、あ、かーん、あ、余裕。あ、ほんま、ザロだね、これ。ねえ。あ、儲かった、儲かった、もう出しょう、出しょう。あ、これうまいぞ、今。やった方がいいぞ、みんな、これ。ねえ。今やった方がいいぞ。ねえ、俺ちょっとちょいちょい、これ、今のうちやっとこうかな。まあ、あれだもんね。次のアップでの、遊び人の、ねえ、みんな多分塗ってんだろうね、これ。そうだよね。あ、15万牛円やん。出しとけ、全部。全部出しとけ。24万6千円。で、星ゼロはいくらでやるかだよな、これ。いや、もう15万出しとけ、もう。15万でいい、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 もう、うん、関係ない、関係ない。はい、ってことでね、今日合計10本作りましたね。まあ、手数料、バザーの手数料とか、もろもろの素材代とか引いたら、まあ、だいたい、60万ぐらいの儲けなのかな。まあ、全部売れればね、これが。この値段で。うん。今のうちだぞ、やるなら。なあ、やっとけ。道具職に乗り込めしろ。光に、まあ、光の針、つくとけ。ねえ。はい。またね。バイバーイ。